留守電になっちゃった。プロデューサー、お疲れ様です。さよこです。すみません、別に大した用事じゃなかったんです。ちょっと話がしたかっただけで。いよいよ感謝祭ライブですね。緊張しているのはもちろん、みんな同じだと思うんですけど、なんだか張り詰めてるっていうか、ピリピリしてるけど、それが嫌な感じじゃなくて、あ、そう、ちょうど今の空気みたいな。あ、すみません、私今外にいるんです。寒いけど星がとっても綺麗ですよ。近くに大きな公園があるせいかな、オリオン座が綺麗に見えます。なんだか懐かしい感じ。あ、今回の会場って私の地元にちょっと近いせいかもですね。プロデューサーも今頃どこかで星を見ていますか？なんて、関係ない話ばっかりしちゃってますね。やっぱり緊張してるだけだったのかな。でもプロデューサーに話したら少し楽になりました。ありがとうございます。明日晴れるといいですね。それじゃあお疲れ様でした。また明日。